ぞ。決して祈りは捧げない。さとかの響きが全然違うんね。月はおーサクセスボーイス。どうもみんなの発声評論家翔伝帝です。さて先日僕がアップロードしましたグレイさんのウィンターアゲインの動画なんですけど、なんと1週間で4万人もの人が見てくれました。ありがとう。というわけで、今回はその感謝の意を込めてバッドアップルの解説をしていきたいという試みです。このチャンネルは明日から歌や音楽がちょっと楽しくなる情報をお届けし、科学的なボイストレーニングの知識を学んでいただけます。ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。さらにこの動画はプレゼントがついてます。誰でも思い通りの高音で歌えるようになれる高音ボイストレーニング教材、これを無料配布するお知らせもします。見逃さないようにぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。さて、このグレイのバッドアップルなんですけども、かなりメッセージ性の強い楽曲になっておりまして、この世界情勢とか、あと拓郎さんの言いたいこととか、一回聞いただけだとちょっとわかんないなっていう人も多いと聞くんですよ。ですのでね、今回は発声もさることながら、その曲に詰められた思いとかどういう意味なのかっていうのもちょっと解説しながらね、進んでいければなと思います。それでは行ってみましょう。ザ・ファーストテイク2周年ということでおめでとうございます。今回初登場でいろいろと経験させてもらいましたけども、これを、ね、2年間って本当に大変だと思いますけども、スタッフの皆さん、これからもですね、関係者の皆さんも5年10年とまた新たなね、ミュージシャンの表現の場として続いてくれたらなと思います。先ほども言った通り、コロナ禍の中でやっぱりファーストテイク、そしてグレイさんこのバッドアップルを書いたりとか、そういうのがあったんでね、ある意味そのミュージシャンからしたらすごくこのチャンネルっていうのはありがたかったと思うんですよね。ですのでね、そういう気持ちとかがねこもってて、しかもまあメッセージ性が高いんでこういう MC になってますね。それでは皆さん準備いいですか。いいですね。おでは、グレイのですねニューアルバムから1曲お届けしたいと思います。バッドアップル。したいのがやっぱり歌詞なんですよ。非常にメッセージ性が強いんだけども、すんなり歌詞が入ってくるじゃないですか。歌詞カードがなくても結構入ってきやすいんですね。空を駆ける星たち、宇宙を巡る死の淵。同じようにタッチ、淵、日々、
同じようなしゃくり下げを使って、それでそこの強調をしているわけなんです。こういう風にこの楽曲はメッセージ性かけるこの韻踏み、これによってすごく歌詞が聞きやすく、ちゃんと伝わるように丁寧に作られているわけです。ちょっと B メロもう一度聞いて、も行きましたが、サビ前のふくよかにさせるために咽頭共鳴、これを使ってます。心を開いて、こうやってふくよかに言ってサビ来るぞっていう演出をしてるんですね。これ咽頭共鳴ないと心を開いて何も来ない感じがしますよね。やっぱりここでサビだぞっていうね、拓郎節が出て、そこを受け取ってテルさんが演出しているというね、ナイスプレーなところ。ではサビ行ってみましょう。決して祈りは捧げない。今のいいね。このマイクを近づけ、決して祈りはって、のけぞってマイクの入力の音を変えているわけなんです。こういうのマイキングって言って、これによってね、音に前後感が出たりとか、そういうことが出てくるんです。逆にマイクの距離が同じ状態でこれやると、決して祈りはなんかうるさいじゃないですか。ここはあえて弾いて、決して祈りは捧げない、こういう風に持ってきてるわけなんです。マイキングのテクニック、プロ。ってどういう風にも取れるような歌詞回しになってて、もちろんコロナのこともそうですし、恋愛とか人間関係とかそういうのもあるんですね。これ結構僕深いなって、いいなって思うフレーズなんですけど、落ちたリンゴが見た夢はとてもささやかな幸せだった。このフレーズってね、落ちたリンゴっていうのが意味合いとしてならずものとかね、金八先生じゃないんだけど腐ったリンゴとかね、そういうのがあるわけじゃないですか。そういうね、悪いものでも実は普通の生活とか普通のものをね、求めていたんだよっていう意味合いだと思うんですよ。まあその人にはその人なりの正義があるよねっていうふうに僕は解釈してます。だから I'll be there for you っていうふうにこの続きが続きます。ようになってくるのが、 I'll be there for you。 1回目は上がるんですよ。で2回目が I'll be there for you 下がるんですよ。で3回目が I'll be there for you 上がる、最後が I'll be こういう風に
裏声混じりの裏声ミックスボイスをテルさんは使っています。ここででも I'll be, I'll be, I'll be there for you I'll be, I'll be, I'll be there for you こういう風に連続しても別に成り立つわけですよ。じゃあなんでこれをメロディーを変えていっているのかっていうと、歌のセオリーとしてまあジャズとかでよくやるんですけど、同じようなフレーズが出てきた時にメロディーを変えていったり雰囲気を変えていくっていうね、やっぱ歌のセオリーってあるんですけども、人それぞれ正義とか悪とか、ある意味コロナだったら命の守り方とか、そういうのって人それぞれ違うじゃないですか。じゃああなたはどれを選びますかっていう風に、これはある意味ねグレーからのねあなたへのね問いかけだったりもする。そういう風にね捉えれるとね、じゃあ自分はこの曲を聴いてどう捉えようかなっていう風に考えるんで、めっちゃ楽しくない？これ音楽を楽しんでほしいという思いが詰まってるわけなんです。それでは続きいってみましょう。I'll be there for you。 発声言っとくの忘れました。これは地声、裏声、そしてその真ん中にあるミドルボイス、あーあーあー、これですね、からするとそのミドルボイスからさらに裏声寄りにして、あーこういう感じの声ですね。裏声ミックスボイスと僕は呼んでます。これを高くして、あー I'll be there for you、 こういう風に歌ってます。すごくセクシーでちょっとドキッとしちゃいますね。じゃあ続きいきましょう。やっぱり考えさせられるなと思うのが、歌詞化してももつれた会話を繰り返し、まあツイッターとかでねよくやるようなやつですよ。疲れた体を横たえるとき、窓越し揺れるレスの向こう、優しくはぜる雨音聞く、2,3,4、こんだけ間があるわけで、この間っていうのでいろいろ考える間っていうのをね作って、心の準備を僕らにさせてくれるわけです。そこにね綺麗なピアノのね音とかが入ってね、この曲ってメロディーも和音階、日本チックとかね和風なメロディーじゃないですか。メロディーとか雰囲気はもちろんなんですけど、こういうね間をすごく大切にしてるんですよ。ここの A メロで作った場面がまた転換するわけですね。その場面転換の場にこの2小節っていうのは使われています。やっぱな解釈ができるじゃないですか。社会情勢とかもそうだし、すごくパーソナルに友人関係だったり夫婦関係、恋人関係、親子かもしれないし、何かしらいざこざがあったりとか、粉々に砕いた愛にっていうのがね、てるさんとかもすごく力を入れて、いきりとかね、そういうのを使って表現してるわけですよ。だからただ単につらつらと綺麗に歌えますよっていうんじゃなくて、ちゃんと歌詞に表現を込めているね、すごく重たいしハードだし、かつ伝わるっていうね表現になっています。ちょっと発声を聞いてみましょう。握りつぶした幸せに粉々に砕いた愛に、粉々に砕いた愛に、ここでイキリ使ってます。さあ見なさい、イント入れました。膝をついて、これ1番と2番と同じようなしゃくり作業をしてるんですね。これはなぜかというと2番のサビに秘密があります。昔せしわが金ごとの悲しきは光、
はい、これは和歌らしいんですね。昔せし我が金ごとの悲しきはいかに散り木しなごり。平安時代の歌人平野貞文というね方が書いた、歌らしいんですけども、結局昔私たちの交わした誓いが悲しいことになったのは、約束破ってもうすごいなんか嫌だもう悲しいっていうのは一体どのようにちぎった結果、どうやって約束した結果生じたものなのでしょうかというね、すごく悲しい歌なんです。さっき言った B メロのつなぎがなぜ1番と同じようなアプローチだったのか、ウィンターアゲインの場合1番と2番のそのつなぎのアプローチって違ったじゃないですか。でここでなぜ同じようなものを持ってきたかというと、2番のサビが非常に印象的に平安時代の歌とかを使っているので、これだけで印象深いんですよ。だからその前にふくよかにしたりとかそういうのをせずに、すっと色付けなしでいきなり持ってきた方がインパクトでかいんじゃ。で昔を思い出しているようなそんなフレーズなんですね。でその思い出して、で声が震えてるのは恋しいからではなくて、自分に対する怒りとかそういうのがあって胸を締め付けている、そういう言葉なんですね。いや非常にダブルミーニングだね。恋愛の歌とも取れるし、社会情勢の歌とも取れるし、本当にね深い歌詞だと思います。いい歌詞ってそのまま読んでいくだけでもうかっこいいわけなんですよね。では続きいってみましょう。なぜ久さんがこういうサウンドを持ってきているかっていうのも、結構僕の考察としては、考察ですよ、聞いたわけではないんですけど、音作り的にはソウルラブとグレーの90年代のねサウンドに近いあの音作りをしてるわけなんですよ。そういうので僕らにその過去からの回想をさせてくれてるわけなんです。でグレーもね、まあ長いバンドなんで本当いろんなことがあったと思います。もうもちろん喧嘩もしたと思うし、悲しい出来事もいっぱいあった。まあ特にね、僕はもう個人的には佐久間さんが亡くなった時とかは本当に一日へこんだぐらいなんで、そういうのを間近なグレーの皆さんとかやっぱりすごく感じたと思うんですよ。そういういろんな思いを詰め込んだギターソロがこれなんですよ。いやーもう一度聞こう、もう一度。
息入れてきたよね。やっぱ一番と同じ歌詞、同じメロディーだけども、一番と比べるとだいぶ違いますよね。ここの強調で一番注目してほしいのが、子音の部分なんですよ。最初は、決して祈りは捧げないなんですけど、最後の部分では、決して祈りは捧げない、こういう風に子音を強くすることによってメロディーの雰囲気は保ちつつ熱量が上がったような、そういう表現をテルさんはされてます。もう一度いこうぜ。さて、このバードアップルいかがだったでしょうか。いやー、ほんと考えさせられる内容ですね。そのコロナだけじゃなくて人間関係だったり、いろんなものを考えてほしくて、しかもある意味ね、拓郎さんも考えたかったんじゃないかな。そういうのでね、すごく難しい曲なんですけど、意味がわかるとどんどん味が染みてくるね。ある意味スルメソング、これがバードアップル。そしてこのテルさんの歌唱表現としてやっぱり素晴らしいのが、高音に頼らずに歌唱力でしっかり持っていく、今の成熟したボーカルテクニックをねしっかり見せてくれるっていう、これなかなか歌えないっすよ。本当に非常にね楽しめる楽曲なんでね、ちょっと新しいアルバムの方でね、ちょっと CD で聴きたいかな。もうストリーミングじゃなくて音質とかね、そういうのもめちゃくちゃこだわってると思うんで、ちょっと今度タワレコ行って CD 買ってこようと思います。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。楽しかった、役に立った、いやバッドアップルもっと楽しめるようになった、そう思っていただきましたらグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画を見ての感想や、また僕へのリクエストありましたらね、コメントしていただけるとすごく嬉しいです。特にねこのバッドアップル、あなたが聞いてどう思ったのか、ぜひコメントしてみてください。さらに、最後になんですが、この動画にはサクセスボイスからのプレゼントもついてます。10年で1万人が成果実証済みの、誰でも思い通りの高音で歌えるようになれる超速高音ボイストレーニング教材、これを無料配布いたします。これは YouTube では公開していない内容で、本質的で科学的な内容を誰でも実践できるように構成した動画教材です。僕のミッションは世界中から声や歌で悩む人をなくすこと、それと同時に悪徳な事務所や根拠のない危険なボイトレの被害に遭う方をなくしたい、そういう思いでこのチャンネルをやってます。ですので今回の教材も期間限定で無料でお渡しいたします。ただし告知なく消える場合もありますので、早めに学んでおいてください。このプレゼントの受け取り方法はこの動画の概要欄を今すぐチェックしてみてください。というわけでね、いやーやっぱグレーって本当にいいものですね。今日も楽しい解説いきました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング、バイバイ。